体が、ラジオ大丈夫よ、うん、本当は大丈夫じゃないんだけどね。こんなね、親の家までね特定されるクソみたいな、もう俺の家みたいなもんだから、うん、みんな見たことある？今から酒飲むのにエンジン先にかけて酒飲んだらこれダメなのかな、どうなんだろう。エンジンかけないでおくか、またなんか言われるか、うん、大丈夫かな。なんかエンジンかけたらアウトみたいな、うん、運転しなきゃいいのかな。車の中でも外よりは敷地内でも自分の敷地じゃないからね、かけたらダメっていうよね。うん、かけて飲んでエンジン切ったらアウトかな。まあ、難しいもんな、助手席やエンジンかけるとき運転席じゃん。でもう軽く飲んでるんだよ、軽く酒飲んでるからやめとくか。軽くあの缶ビール4本、変なことね、で結構飲むんだよ、暇でさ。やばいな、ほんと寒いな、舐めてた。必ず鍵が、確かこれなんだよ、はい、これ電気つけたらバッテリー上がるかな。暗すぎるな、ちょっと。いたこれじゃあ何が何だかわからんな。さすがにちょっとバッテリーは大丈夫か。 2,3 時間ならこうしとくわ。あ、鏡餅ありがとうございます。よかったらね、余ってたら投げてください。やっと俺も酒の味が分かるようになってきた。酒がうまい。今まであんま美味しくなかった、酔うために飲んでるみたいな感じだった。あ、ありがとうございます。どこで、いや、あの親父んとこで寝てるんだけど、今日ちょっとあの身内が来てて家で配信できないんだ。だいたいわかる人、言いたいこと。さすがにあの巻き込めないからさ。うん。じゃあ KP。よっしゃ。あ、ゆずきいた？あ、ごめんあります。
あの今日イメージはそんなね、あのガツガツやらずに普通にちょっとまったりお話ししたいな。いつでもいるの？あ、ここあります。それが俺息抜きだからさ、息抜き。ちょっと息抜きに付き合ってくれると助かりますよ。相変わらずタバコどこやった？あー、ありやす、ありがとうね。俺もちょっとみんなに謝らなくちゃいけないことがある。言いづらいことなんだけど、みんなに謝らなくちゃいけないことがあって、あの今までさ、あの俺を心配したりとか励まそうってね、あの結構 DM とか LINE であの長文をね、あの送ってくれる人っていたんだよ。でも俺あの長文って結構苦手でさ、あの適当に結構読むことがあって、もちろん読む時もあるんだけど、適当に流しちゃうことも結構あるんだけど、今回ね、あのそういうね長文とかをあの夜中にねしっかり見た時に、あのやっぱ嬉しくてね、やっぱ涙が出たよ。なんでこの他人の俺、しかも嫌われ者の俺にさ、そこまでね、あの自分の経験とかさ、あの心境をね、あの踏まえた上で俺のことを励ましてくれるんだなと思って、だからこれからはあのどんだけの長文もしっかり読みます。今まであの適当に流したりしてたからさ、ありがとうございます。嬉しくてさ、ほんとね、言葉選んでね考えて送ってくれてるんだよ。ちょっとでも俺を元気にねさせようとか、元気だ、あーありがとう。俺もあのあんま笑わないんだけど、親父みたいにねニコニコできる男になりたいな。笑って、じゃあのみんなもね頑張って貯金しないと、多分ねあのすごいお金かかるんで、ここありがとうございます。特にあの一人っ子で男はね、人の優しさ当たり前、ほんとね。いや俺今までダメでさ、優しくされるとかさ応援されるのが結構当たり前になってきててさ、当たり前じゃない、感謝もちろんしてるんだけど、やっぱ身に染みてね、やっぱあれですよ、昨日もね元気になったし、放送つけたら、いやもう捨てたもんじゃないなと思う。ふわっち見てる人ね、あ、10個あります、ありがとうございます。あのリスナーなんか変なやつたまにはいるけど、やっぱ配信者が間違ってるんだなと思う。みんなやっぱね優しいよ。そう、人の思いをね、いいコメントだね、そんなコメントすらしみるよ、的確で。大切にしたいですよ。ありがとうございます。
どんなゼロワン、それダメだよ白黒ちゃん。俺がね間違ってたらね怒ったり離れないとね気づかないから、うん、ダメだよ、うん、そうやって言ってくれるんだよ、うん、一生気づかないよりね。だから萌ちゃんごめんね、俺は生まれ変わるから中途半端な気持ちで萌ちゃんとデートできないわ。うん、俺が萌ちゃんを一生守るその覚悟ができてから会うよ。いや普通に会うぐらいはいいや、うん、普通に会うぐらいはいいけど、そういう、いや、まあ、約束したけどね、極端すぎるから普通に遊ぶぐらいしかできないんで、あの俺も検査もしないといけないから、あの検査して報告するね、うん、でもしかしてなんかなってるかもしれないしね、症状出てないだけで、うん、やることがいっぱいある。検査、性病検査でしょ、あとエイズのやつもやって、一回ここでねリセットしてやらないと、うん、つまりどういうことかっつったら、もう相手にもしてもらわなきゃ、うん、頭の検査は大丈夫だと思うゆずきちゃん、うん、ああ頭は結構今正気だからで歯医者も予約キャンセルしたからね、1月7日、うん、ちょっと歯医者はお預け、あと無呼吸症候群、それもちょっと怖いけど、鼻の中にね、鼻の血管をレーザー焼いてでもちょっと治すわ、うん、そしたら疲れすっきり取れるかもしれない。ゆいらっしゃい、うん、そんなに思い当たることあるね、うん、結構穴さえあればやってたし、でもね、あの言われたよ親戚に、あの穴は誰にでもついてるって、だから中身で選べって、ラブだよ、ありがとう、中身で選びなって言われた、うん、そうするわ、あの普通に考えてね、あの俺もあの、ね、簡単に好きとか言ってきたけど、女性もそうであってさ、俺が配信やってるじゃん、でずっと俺やるつもりなんだよ、でそれを理解した上で、で俺の過去とかね理解した上でさ、なかなかやっぱ女性もね好きって言えないと思うんだよ、その簡単に付き合えるってそれ考えてないなと思う、俺と同じように、そうじゃない？だからちょっとね、俺はあれだけど、俺と簡単に付き合ってる、付き合うとかいう子は俺と一緒に中身がないと思う、これはちょっと言い過ぎかな、申し訳ない、思い当たる節があるリスナーさんは本当に申し訳ないけどうん、なかなかそんなに簡単にね、あのいい年になると付き合ったりとか人を好きになれないんですよ、うん、覚悟がいるんだよ、で俺なんか特に男だし、何があっても守りたいって思えるから付き合うわけじゃん、そういう人ってねすぐに見つからないと思うよ、うん、こうね、俺ちょっと綺麗事言ってるようだけど、これはあのずっとあの寄り添ってるね夫婦の人に言われたよ、だから説得力あるなって、説得力があるなと思う、
すぐに見つからないよ。もう見つからないぐらいのレベルだよ。うん。だから俺がそういうことに気づかなかったから傷つけてきたからね。うん。だから俺が本当申し訳ない。何の言い訳もしない。俺が悪いんだよ。まだ間に合う？もう35だよ。あの親戚にね、子供2人で